の聞かない医師の野田です。今回ですね、腹腔鏡で折り鶴を折るという、この僕が自宅で行っているトレーニングなんですけれども、それをどういうふうに始めたらいいかっていうのを結構問い合わせいただくので、それをまあ自宅で実際どういうふうに行っているのかっていうのを、連絡いただいた方にはですね、メールで返信してパワーポイントで作った資料とかをお渡ししてるんですけれども、動画でシェアできたらすごく分かりやすくて、イメージついていいかなというふうに思いましたので、まあ、ちょっとまあ顔を出して YouTuber みたいに喋るのも恥ずかしいところはあるんですけれども、非常にこの練習いい練習方法だなと思いますし、実際の手術にとっても役立つと思いますので、まあ、恥ずかしがらずにですねシェアできたらなというふうに思いましたので、トレーニングボックスの、セットアップのやり方というのを説明したいというふうに思います。で、まず必要なものっていうのは大きくは3つですね。トレーニングボックスですね、箱、これまず、必ず必要になってくると思うんですけれども、箱型のものじゃなくていろんなタイプが、ポートを立てるだけの台みたいになってるラパースだっていうものだったり、まあ、こういうしっかりした箱型のものだったり、いろいろなタイプのものがあります。ことぶきさんだったりですとか、高分子技研さんだったり、Amazon で探しても見つかりますし、まあ、いろんなところでも買える、もう今時どこでも売ってるんですけれども、自作をして、アクリル板をつなげて作ったよなんていう話があったりとか、あとは、洋服を入れるカラーボックスを使って作ったりっていう風な、のをして皆さん工夫をされて、やっています。まあ、僕はもう買っちゃうのが一番早いかなと思って、お金はまず3万円4万円ぐらいで買えますので、ケチらず、このトレーニングボックスを使ってます。このトレーニングボックス名前は、このことぶきさんで買った、何だったかな、名前がイネラパトレーニングボックスだったかなと思います。で、次に必要になってくるのがビデオカメラですね。こういうビデオカメラを使って、やります。で、ビデオカメラを買う時のポイントとしては、必ずタイムラグがないものですね。例えばこう手を動かしてこうふっと動かしてみた時に画面に映るものがですね 0. 何秒間かタイムラグがあると、非常に不快になって操作はしづらいですね。例えば、Bluetooth でこのデータを飛ばすとか、そういう電波で飛ばすようなタイプの、例えば iPhone とかを使って飛ばしてやるとか、そういう風だと本当のわずかなタイムラグが生まれて、非常に練習やりにくいので、まあ、快適な練習環境で練習をするというのはとっても大切なことになってきますの で、ここは惜しまずですね、タイムラグがないものを使うというのと、僕としてはですね、細かい練習をするためにはズームの機能がこうしっかりついているものですね、これを買うっていうのがいいと思います。ここまでぐーっと寄ってこれて、この辺りまでピントが、合う形で寄ってくるんですね。で、こういう風だと、自分はこう小さい折り鶴で練習しましたよっていうような動画も出しましたけれども、実際の手術の時ですね、視野として鉗子が出てる幅って、まあ、これぐらいだったりすると思うんですね。髪の手チャレンジって言って、この折り鶴を折る、練習のグループでは 7.5 センチ四方の折り鶴を使ってるんですけれども、これは 1.25 センチまで小さく、折り鶴を折りました。ただ実際手術で見て、る鉗子の操作の範囲って、まあ、このぐらいかなというふうに思うんですね。非常に寄った状態で練習をするっていうのも、トレーニングになると思いますので、ズームの機能とかもしっかりしているものを買うっていうのはおすすめです。で、まあ、それに付随してこのアームを立てる台、僕はGoPro っていうアクションカムの、台がたまたま家にあったものですからこれ使ってますけれども、まあ、1000円2000円から台はありますし、もうこれは台は何でもいいと思いますね。で、3つ、大切なものの中の最後の1つですけれども、モニターですね、これを準備して、手術の時と同じような形でですね、こう立って、モニターを見て操作をするっていうセッティングを作ってあげるのが大切かなと思います。箱型のキットで iPad でこう下を見てトレーニングをするなんていうキットも売ってはいるんですけれども、それだともうずっと下を見ながら練習するっていう形で首は痛くなってしまいますし、長時間のトレーニングには向かないのかなと
というふうに思います。ちょっとやって満足しちゃうような風だと、腹腔鏡の練習時間としては確保は不十分かなと思いますので、楽な姿勢で長く続けられる、そして実際の手術の姿勢に近いという練習環境を作ってあげるというのはとても大切かなと思いますので、パッドみたいなもので、ちょこっとパカッと開いたらどこでも練習できますよなんていうものあるんですけれども、あれは僕個人としてはあんまりおすすめではなくて、まあ、こういう、標準的な、トレーニングの環境を作ってあげるっていうのがいいかなと思います。僕の場合はこの机がいい形の場所にありますので、モニターアームですね、ここで、くっつけてあげて、モニターをいい位置で固定してるっていう風ですけれども、まあ、台のセッティングの仕方はまあ人それぞれかなという風に思いますね。まあ、それを HDMI ケーブルっていうものでつないであげて、あと小物としては、明るさですね、不十分だっていう場合はこういう僕はデスク用の、明かり、これをですね2箇所ですね、これも本当はなくてもいいぐらいなんですけれども、明かりは自動で調節してくれてるので、これを2箇所ですね使って、明かりを使ってやっていますね。そしてあとは小物になってくるんですけれども、小物としては、下に敷くマットですね、これも何でも好みのものを使えばいいですし、 下の一番最初のゴムのものを使ってもいいですけど、僕は摩擦がコルクボードがですね一番ちょうどいい滑り具合、あとは沈み具合もちょうどいいかなというふうに思ってますので、こういう形で、コルクボードっていうのを使ってます。そしてですね、これ、結構いろんな方が真似て使ってくださってるんですけれども、このストップウォッチですね、これですね腹腔鏡の監視で物を押してストップスタートストップっていうのを押すのにとっても向いてるので、この形のタイプ、これもそんな高いものではないですし、 Amazon で僕は買いましたけれども、タイムを測るのには使いやすいというふうに思います。いつもいつもタイムを測って練習するのが大切だとは思ってないんですけれども、節目節目で、タイムを測ってみると自分の成長が分かるっていうのがありますので、もう毎日毎日、タイムばっかり気にしてやってると練習が嫌になってくるっていう部分があるので、そうじゃなくて音楽聴きながらとかテレビをちょっと横に流しながら練習するっていう部分でも、全然いいと思うんですね。で節目節目でちょっとよし今日はタイムを測ってやるぞっていう風に、タイムを見てやって自分の、練習の成果を確認するっていう、まあ、そういうのにストップウォッチはとってもいいと思います。であとは細かいセッティングの方法としてはトロッカーですね。トロッカーを設置するのに僕はおすすめの方法がありまして、何度も使ってると深く深く刺さりすぎちゃうんですけれども、輪ゴムをですねこのように止めておくことによって、ズボーッと奥までトロッカーが入りすぎずにいい場所で止まってくれるんですね。なのでこの輪ゴムをぐるぐるにして、入れておくっていうのがおすすめなポイントです。12ミリのものを試したり5ミリのものを試したりっていう形で、使ってるんですけれども、12ミリの鉗子はですね物の、太いものの出し入れがしやすかったりして、イメージとしては12ミリのポートを使うと手術で安心感が多い、初心者においてはカッコつけて5ミリのポート傷口を小さくしようと、スケベ心を出さずに12ミリのポートをなるべく立てましょうなんていう、先生もいらっしゃるかな、そういう考え方の先生もいらっしゃるかなと思うんですけれども、練習してみて思うのは、5ミリと12ミリでは鉗子のブレ具合っていうのがやっぱりだいぶ違うんですね。12ミリの鉗子では、だいぶやっぱり、ブレが生じます。5ミリの場合は、ブレは少ないですね。これはだいぶ時間が経った内部時間が経った、12ミリのポートなので新品ではなくてちょっとさらに緩んでる部分があると思うんですけど、これは新品でもやっぱり同じでですね、5ミリの鉗子を12ミリに入れるとやっぱり遊びができてしまうという形で、実際の手術の時のブレっていうのを、感じるようになりました。なのでそういう12ミリのポート、5ミリのポート、まあ、どれを使うかは本当に人のそれぞれ自由だとは思うんですけれども、5ミリと12ミリ両方使ってみてこの感覚の違いを知るとかそういうのも練習に、とってもいいかなというふうに思います。僕はもう5ミリが好きなのでどっちも5ミリを立てて、トレーニングをしています。鉗子類なんかも、すごくたくさん僕いろいろ揃えてて、もうタダで譲ってもらったとか使い終わったものが本当に多いので、こっちに関してもどういうの使ったらいいですかっていうのを、よく質問いただきますので、こちらに関してはちょっと
数もいろいろ多いもんですから長くなってしまうので別の動画で分けてあげて説明させていただきたいかなというふうに思います。今回は説明このぐらいにさせていただきますね。セッティングのことで悩んだらコメントでもメールでも何でもいいですので相談していただけたらというふうに思います。この練習を始める人にとって少しでも役に立てばと思って動画を作成していただきました。ありがとうございました。